試合に見入っちゃって毎試合 CM を忘れちゃいますね。あ、そうなんですよ。試合が面白くて、あれあそこ良かったよねみたいな話をしているとCM お願いしますって言われてすいませんみたいな。はい、はい、ということでこちらルーザーズの、はい、トップ8第2回戦になります。ゲンはシャヒン、そしてウールさん、今回カズミを選択してきました。もうゲンはおそらく二塁は使う気はないのかな。その結構ブレンドピックをやってる、あ、するかって聞いた時にもういらないって普通に言うから、うん、そして選べたのはファイナルファンタジーステージ、ここまで何度か登場しておりますが、点によっては広くそして狭いというステージになってます。まずダメージ重視のコンボを決めていくのはゲン、そしてウルさんを壁に追い詰めてきますが、うまいぞ、しかし確定、同戦ラクフでの追撃、若い分スカガクがすごい早いです。お互いね、やっぱりその反応鉄拳の申し子というか、はい、ここはレジドライブ打っていきます。壁際行かせるか、サリサかなりついているのでもう一つ浮かせたいところ、ウルさん、しかし削り返して、あ、うまい、シャガパン打ったところ右横からシーカツシ、ただ残っています。おお、フロントキックが決議ヒットした。これでウルさんがまずラウンドを先行。この試合は2試合選手ですね。そうです、2試合選手ですね。うまい、横移動がうまいと、スライディングを回避しながらそのダウンへとシットスピンを決めていきました。ジャブ早い展開、左レッパー4つ5つ6つとんでもない数、7つ一生打っております。対応しましたね、ワンツーで対応。スカシ確定、リンクオレッケン、こういった細かいところでのスカシ確定が早い。体力差は若干ながらゲン勝っているか、お互いにかかとを打ち合って、このライトはしっかりガードして反撃、レイジになったのはゲン、早い展開を作って技を打たせないようにしているのはウルさん、うわ、しゃがんでから鳴る神、まあ、投げ抜けなのかなとも思うんですが、投げ抜けでしたね。ただしゃがんでからすぐさま打ったことで反撃になりました。まず1試合目にリーチをかけたのはウルさん、ここまでやはり持ち味である速いこの反応が幾度となく発揮されております。ウォーミングを2つ、小技で押し込んでいくのはウルさんです。壁際、ここはしっかりとガードしてダブルスコーピオンを返していく。うわ、しかしライト壁が近い、ドライブどうなる、しっかりと決められている、残っていますが、あ、起き上がり集団キッカーガード、ウルさん3ラウンド連取で1試合目を取りました。今のコンボ選択もかなりやばいですよね。あそこでレイジドライブ、はい、しっかり打てる、ダメージも非常に高いですからね、うん、しかしあそこでしっかり下に行かずに安定して中段中段で果敢を最後決めて、うん、試合を取りましたね、ウルさん選手が。ウルさんが1試合目を取って2試合目はヘリパッド、こちらが選ばれました。かなり狭いステージになってます。ラウリドイダー、だけんさおかとるかいだったらと、恐怖を教えて差し上げます。やはり接近戦の小技の打ち合いのこのウルさんのうまさというのが存分に発揮された1試合目でした。ゲンも技を打ち返すんですが、そこにはリンコーレッケンの透かし確定が、まあ、逐一返ってくると。お互い近距離戦はすごい得意なキャラクターですので、うん、まあ、すごい得意な2つのキャラクターですが、カズミの方が少し有利ですね。なるほど、相打ち、お互いに宙を待っています。レイジのゲン、ハイキック、ハルクスキック、アルゲニスからレイジアーツで倒しきることができるでしょう。序盤はかなり苦しい状況が続いたんですけれども、ゲンが逆転勝利だが、キミス、かかとが決まりまして運んでいきます。補正を切って半分ゲット、この壁ブルさんは生かしていきます。
210段。ウルさんもやっぱり韓国でローハイとずっとやってるので、なるほど、そうですね、主要技は全然食らわないですね。アッパーだったりとか、シャヒン戦はお手の物。あー、両パン投げ、これは壁やられになります。ジャブからのダウンオーイチの安定を取りました。小技が非常に強力な両キャラクターですが、ジャブが強い。ジャブジャブジャブ、左手がすごい強い。うまい強制策、細かいところでの透かし確定が非常にうまいですね、ウルさん。だからジャブを打ち返してすぐさまターンを取り返していきます。ナイスガード、パタパタスクリュー、絶好交渉派からの置き攻め。あ、左を避けられるの、今当たってるようにしか見えなかったけど、避けると思ってなくてウルさんびっくりしてますね。トラでフィニッシュ、ウルさんリーチ。ここまでやはり近距離戦のうまさが存分に発揮されている。あーっと、しかしかけて狙いに行ったんですが届かなかった。アフマル、あー、パークラッシュだが遠い。ここはしかしてもこちらも届かに届きませんでした。いろいろありすぎる。お互いギリギリのところで技を打ちますからね。アッパが右アッパー運んで、これは倒しきるか。しっかりと小ローでフィニッシュです。なんとかゲームを食らいついていますが、このラウンド取れるかどうか。依然ウルさんはリーチ、このラウンド取れば勝利です。右アッパー、奥がしゃがんでいる。おー、両パン投げ、二択にいけるが、下段一旦距離を取るのはゲン。ウルさんは前に出る。小技、ジャブ、左アッパー、やはり細かい。若干ちょっとこのゲンの方が体力がね少ないですから、攻めなくてはいけません。ゲダン浮いたら終わる、浮いたら終わる、浮いたら終わるよ、浮いたら終わる、浮いたら終わるが、ミス、両パン投げ、残り時間が減ってきた。うわー、なんかミスったくさい、なんかミスったくさいぞ。あー、抜けている、しか時間がない、どうする。あー、IH、 それがどうなの、まだ、何何何、どっちなの。さすみー、尿意症で逃げました。今の体力勝利、体力の計算がバッチリだった今。